反乱軍の迅速な急織田軍を止めるには、敵には袁紹、それに董卓もいるみたいだな。もっと信長を攻め、いや、修繕殿は名を取ら、待ってく、あとはじゅ、わか、名を待つ、角殿の何より。吉本殿、袁紹殿、董卓殿、三人の将はがっちり領状しろ。やはり正攻法では崩せそうにないね。みんな手はず通りに頼む。俺に任せよ。吉本公と蹴鞠をせよ。角殿の真掴みかな。しかし古の名将の策、信じるしかあるまい。やるからには最善を尽くす。袁紹に近づけ。だが手出しはするのか。全然燃えない策だよな。大体角殿の言葉を信じていいのか。今度は俺たちが裏切られる番かも。その首もらい受ける。いざ。戦の要は軍師の格さん、それに修善さんと直政ですね。その通り。一人でも欠けたら策はならない。全軍頑張って護衛してくれ。水産蹴鞠もまた前に立つと愚かな。退屈じゃの。蹴鞠相手でも現れぬかの。この縁本書、信長や董卓と組むなど、まるで本意ではないが、霊族の誇りにかけここを死守。こら、肘を引っ張るでない。ほむ、霊族は髭も志も立派なのじゃ。わらわも霊族に手を貸そうぞ。公文は順調。あっ、吉本公をどう蹴鞠に誘うか。烈火のごとき活躍、お見事です。言いたい、ここで待機。吉本公、決まりましょう。の、本当に決まり相手が現れたの。しかも誘ってくれたの。嬉しすぎるの。吉本殿への工作ご苦労様。さあさあ、お次は袁紹殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。んじゃ、俺はこの辺で失礼するよ。え、カクさん、どこへ行っちゃったんですか。どうしよう、私一人になっちゃった。いでよ伏兵、城に近づく者は全て討ち果たせ。はめられたか。角殿はこんなこと一言も。伏兵とはやるの。袁紹は名族の中の名族なのじゃ。だが名族たる私が活躍すればするほど
トータクが笑うことになる。皮肉なあの世。熱い救援感謝するぞ。しかし角殿はこの伏兵を知っていたのか。よくやったな、その調子だ。虫キャラどもは炎章と吉本にたかりおるか。俺に任せ。わしはただ見物していればよさそうじゃな。トータク様、私は嫌な予感がいたします。そうかな、俺はいい予感がしてるぜ。警告の儀仗が日の本一の色男に落ちるよ。よし、炎章の砦に到着したさ。ここで待っていればいいんだ。ん？なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさかトータクに加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならば、わしは袋のネズミじゃ。開門せい、急ぎ撤退するぞ。開門、それではお味方が窮地に。よし、門は開いたね。計画通りだ。俺は李関係じゃねえ。いいもの見せてもらったよ。処理の。敵将撃ち取った。今こそ撃ちる。城内は大混乱なのじゃ。どうする明族。ヒゲを引っ張るなというに。こうなったら撃って出るまで。敵将撃ち取った。体制は決しました。吉本、どうか降伏を。俺に任せよ。吉本か。俺が仕留めよう。貴様ら覚えておれ。いつか必ず打ち滅ぼしてくれるわ。逃げられたよ。ここで捕らえておきたかった。水産かのような恥辱を受けようとは。トータクや信長に手を貸したがために。頑張ってますね、ナオマさん。あなたこそ真の三国武装です。城の守備があっけなく崩壊した。角殿の読みに的中したということか。たくさん援軍を連れてきてくれたんですね。いきなりいなくなったので、私敵に寝返った、そう思ったのかな。なお虎殿は顔が赤くなるから分かりやすい。共に戦ってくれ。はい、お任せを。敵将、そんな、難しいです。蹴鞠に誘っておいて叩くなんてひどいの。先ほどの姿は幻か。主膳殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角殿、疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でしたよ。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。
まりに誘っておいて。吉本殿。な、な。それと、信長、それなら。確かに、よかろう。ハム。なら、すぐ腕輪の妙。あの。それは、うん、力の変。雅に参る。我が名は炎。世界は不思議で。サイカマゴイチ、華麗に。最善の結果だな。